投資のセンスはゼロだと思ってますんで、ぜひ皆さんの力をお貸しいただければと思います。2020年11月投資報告。はい、先月ね、クイーンランドリーがね、はい、非常に良かったというところということですね。株と仮想通貨リップルと皆さんお楽しみのまんま茶の売り上げということなんですけども、まあでもこれ今株とかコインランドリー以外も結構すごいことになってますよね。はい、なかなか今回も衝撃展開ですけども、まあ、そうですね。まず先月1300万だったテスラがなんと1866万7950円すごいね。600万増えたよ、ね、もう先月の時に買い足しときゃもう損ね500万増えたけど、うん、あの僕はスタート3000万なんでまだ1200万マイナスです、うん、はい、お父さんすごいね。お父さんファンドね、ね、うん、お父さんファンドね、うん、そして仮想通貨ブームの時に、うん、1000万で買って先月は136万まで暴落したリップルがなんと現在、うん、349万6426円倍になってますよ。あ、もう先月買い足しとけばね、もう本当、いやしかしね、もう株も仮想通貨も、うん、もうこれ、うん、金や銀やプラチナも一旦なんかね落ちたけどまた上がって、もうこれはね壮大なるこう循環景気というかね、上がらないものがないというね感じになってます。それだけ世の中金が余ってるというか。なんでコロナで不景気なのにおかしいでしょこんなの。いやね、僕はあのマネックス証券の松本さんの YouTube 見てて、まあ割と当たるんで僕は参考にしてるんですけど、まあ要はコロナバブルなんだけれども、そのバブルが弾けたから一気に落ちるなんてことはないと。コロナ動向じゃない、もう何倍もの金がもう循環してるから、ちょっとこのニュースでは落ちないってね。だけど結局仮想通貨も最初ね、うん、ビットコインだけが上がって、うん、でも結局上がってないやつまでみんな上がるわけじゃないですか、うん、じゃあテスラが500万増えてリップルが倍以上ねなって、もうまんまちゃんのコインランドリーもこれ来るんじゃないのということでですね、先月は59万200円で、うん、もう返済分を考えなければ黒字化したと、うん、通常月で通常にいけたと、うん、すごいと言ったらですね、対して11月は、うん、なんと37万2800円、うん、世の中そんなに甘くないっていうことですよね。しかしこれはちょっと予想が狂いましたね。しかもね、2019年11月の、うん、1年前の11月のね売上が、うん、37万円なのよ。それも結構初じゃないですか。2800円しか上がってないのね、うん、これはやっぱ事件ですよね、うん、いやもちろん11月は天気が良かったとかね、そういう要因もあったと思うんですが、あとですね、面白いのがコメント欄に水を差すようで恐縮です。10月は全体的に 1.5 倍の売り上げがありました。7月の次にいい月です。つまり林さんの店はベースが40万程度が 1.5 倍で約60万です。なので11月は40万ほどと予想します。当たったらコメントを取り上げてください。当たりました。すごいすごいね、このポロマルコさんすごいよ、予言者だよ。でも、本当に確かに11月はそのみんな悪いですね、うん、まあ、もちろん天気のせいもあるんだけどね、やっぱコインランドリーって結局こう季節指数があったり天気に左右されるから、まあ、だから布団巻きの二郎さんはさ、天気に左右されない、季節指数がないっていうので布団やんなきゃダメだっていう発想になった、うん、まあ、まさにそういうことなんだろうと思うんだけどね。他のオーナーにも聞きましたけど、まあ悪いですね11月は。まあ、12月はね、やっぱいいんですね、季節質的には、まあ、もちろんそこに天気も絡みますけど、大掃除だしっていうことはありますけどね、うん、一つ分かったことは先月三原さんが100円玉を入れてるってことじゃないってことですねそうですね、うん、正直な数字だったと、これがまず証明されたことが一つと、ね、だけどこう順調にじりじり上がっていってるっていう手応えを10月に感じたわけですけど、うん、11月の去年と2800円しか伸びてないということをやると、その手応えが一気に吹き飛んだ感じですよ。まあ12月で大丈夫です。また12月先月去年いくらですか。まず2年前が32万1200円、うん、1年前が40万3700円ですから、うん、まあ少なくとも50万60万いってくんないとさ、まあそうね、プラスになってる感じしないよね。50万でギリセーフ、60万と、あ、すいません、あのまんま茶を続けますって感じですけど、布団巻きの二郎さんのね、あの売却しませんっていうね、あのサムネが今僕の目に飛び込んできましたけど売却しませんかっていうね、うん、あの企画発動ですよこれ。12月悪かったらね、
これはじゃあ、これを見て、またポロマルコさんに、うん、ね、本当、予想していただきましょう。もう僕はもう、ドンピシャだったんで、もうポロマルコさんについていきますんで、僕のコインランドリーどうしたらいいですか、それも含めて、売った方がいいっしょとかね。布団巻きの二郎さんになんか100万円ぐらい払ってさ、なんか店舗を変えるって案と、もう洗濯機 そのラインナップ変えた方がいいとか、ちょっとなんかアドバイスください。あとね、ポロマルコさん以外も皆さんね、ぜひ予想を書いてですね、僕に僕事業のセンスはややあると思うんですけど、投資のセンスはゼロだと思ってますんで、ぜひ皆さんの力をお貸しいただければと思います。はい、はい。